ステファン・マラルメ、ステファン・マラルメ、ステファン・マラーメイ、1842年3月18日から1898年9月9日は、アルチュール・ランボーと並ぶ19世紀フランス象徴派の代表的詩人。代表作に、半獣神の午後、パージュ、詩集、最一滴、投資一滴、サイコロの一振りとも、評論集、ディバガシオンなど。パリに生まれる。 本名エティエンヌ・マラルメ、エティン・マラーメイ、なお、フランス語の男子名でステファンは、エティンの池である。若いうちに、ユーゴーラのロマン派の影響を受けて、試作をはじめ、ボードレールの作風やアメリカの詩人、作家のエドガー・アランポーの詩の原理をもとに作った詩が、分断に知られるようになる。第三共和制ゲパリで、コンドルセ中学の教師として、英語を教えるから、生涯にわたって、 死の可能性を探り、難解な死や批評を書き綴った。初期詩編と呼ばれる1860年代前半までの死は、ボードレールの問題形である、理想と現実の際への葛藤と苦しみが、その後は死が書けないことそのものを主たるテーマに置いている。マラルメがある時期から生涯を通じて目指していたのは、詩を創作する上で生じる、偶然を排した完全、完璧な、 美しい歌を書くことであった。その波外れた困難さゆえに極度の施作の不毛に悩まされた。それこそが後に着想される作品ベラである。彼の詩集に収められた詩は、いくつかの例外を除いて、ほとんどがこの作品、さらなる後に書物リーブルに置き換わるの制作過程の副産物であったとも考えられる。1866年、その 作品の重要な位置を担う、はずの、エロディアード、古助曲を書き進めていくうちに、刑事上学的危機、友人に宛てた手紙の中で、幸いにも私は、完全に死んだとの文言を起き知るすが、これが、モーリス・ブランショの施策に強く影響を与えると呼ばれる、精神状態をもたらす。この世の一切が虚無であることに遭遇し、キリスト教における神の死を悟り、ロゴスと、コギトが解体され、 存在の根拠を失う。しかし、死の根源的なあり方へとその施策と魂の探求を深めていく中で、詩人はビベアウを発見し、それを死と宇宙の中心原理とする。この頃執筆されたイジチュールは、文法も意味も極限まで拡散された最たるものであるが、かなり判別できない文法を過労じて読み進めると、各行為、エクリチュールが、 人間存在の根に関わっている所作であることの物語として読める。この体験を契機とし、マラルメは、フランス文学史上、あるいは世界文学史上、初めて死と人間の根源について、問いを立て、それを体系的に提示し、あるいは提示しようとし、今でも多くの死者を我々に与えている。1870年代に入ると、地方の中学を転々と赴任していたマラルメは、 パリへと赴き、英語教師の職を再び得て、積極的にジャーナリズム活動を始める。1873年頃、画家の真似と知り合い、1874年に、ポーの大ガラスの三文役、1876年、半獣神の午後の差し絵でゴカボ本のコラボレーションを行う。この作品にインスピレーションを受けてドビュッシーが、牧神の午後への前奏曲を作曲した。 1880年代以降の後期詩編は、主に詩にまつわる様々な精神的事象を、詩そのもので説明するメタポエムが多い。最晩年、コスモポリス詩に最一的を発表。これは詩と偶然について扱われたものだが、様々に異なる書体や文字の大きさを用い、それまでの西洋詩の持つ諸概念を根本的に含た。だ。 サイコロの一振りは決して偶然を排さないだろう、という軸になる一文と、それにまつわる複数の挿入説の文章で構成されている。詩の内容のみならず、その視覚的形態は今なお革新的で斬新である。次に、エロディアードの婚礼の執筆に着手したが、1898年、喉系連によって窒息し、急性、未完作となった。マラルメの詩と詩作は、 難解さをもって世に知られる。試作初期からその傾向があったが、前述の危機以降、それはますます強くなる。文法が一般的なフランス語法から会議していることもその一因である。それは死にとどまらず、後期の三分にも当てはまる。マラルメが好んで難解さを求めたこと、物事をほのめかすことによって何かを伝えることを目的としたこと、文法よりも、 指摘リズムを重視したことなどが理由として挙げられる。彼の施策は、その文学中心主義に特徴がある。世界は一冊の書物に至るために作られているという、彼自身の言葉がそれを表している。後に、ディバガシオン、1897年に収められる、様々な分野にまたがる評論、批評、バレエ、音楽、絵画、あるいは、政治事件などは、常に、 文学の問題へと修練されていく。例えばバレエを体で描くエクリチュール、文字、各行為と捉えて表現した有名な言葉などは20世紀の舞踊論に大きな影響を与えたが芸術の表彰が記号として機能していることを早くに活破した。そしてそのように文学にまつわるあらゆる事象を読解するその視線は今なお多くの可能性を含んでいる。マラルメマネ はじめ、諸芸術家と大変信仰が深かったことでも有名である。ローマ街にある自宅で開かれた歌謡会と呼ばれる会合には、数えれば、キリがないものの、画家のモネ、ルノワール、そして、ドガなどの印象派をはじめ、ゴーギャンやドニ、ホイスラー、詩人のベルレーヌ、バレリー、作家のオスカー・ワイルド、アンドレ・ジット、作曲家のドビュッシーなど、そうそうたる芸術家が集まった。 マラルメの高度に難解な思想の可能性は、現代に入って、ようやく理解され始めてきた。サルトル、ブランショラは、マラルメの文学に関する試作と栄意の可能性を、示し、特に、格とは何かという点で、テルケル派や現代思想家、とりわけロランバルト、ミシェル・フーコーデリダラにも影響を与えている。文学者クリステバラはマラルメを現代詩人の先駆けと、捉え、 詩人のイブ・ボヌフォアは、幾分化の流法をしつつも、積極的に、マラルメの詩学について、多くの試作を行っている。作曲家のピエール・ブーレーズもージの、偶然性の音楽に対して、マラルメの、偶然性をモチーフに、プリス・スロン・プリを作曲した。以上の記事は、修永者世界文学大辞典4巻、1997年にある、マラルメの項目を参照。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。